てるじゃないんだけど、どういうこと？本当に適当に覚えてたら人のことを、浅ましい顔をして、マルシルが難しいな、そんな風に扱われちゃうの精神せライオンさん、あれをやるつもりなのか。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは男女飯第18話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました男女飯ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第18話ということで、まあ折り返しに近いんじゃないかなっていう感じですね。全24話なのか25話なのかわからないんですけれども、もう後半戦もかなりどんどん後ろの方に来ていて、まあ前回狂乱の魔術師と戦っていくぜみたいな流れになっていったわけなので、そんなライオスたちが今回どんなことになっていくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。てってってって。わあああ。ここマジ可愛くて好き。わあああ。キノコにげんこつして笑顔のライオス、可愛すぎる。なんでこんなになんかダンジョン飯ってキャラクターが愛しいんだろうな。あ、ここの笑顔大好き。さあ、今の足ファリンの足なんだ。チェッケチェッケ。なーい。ドゥドゥドゥン。うーにー。願ってるよ、願ってるよ、まだ祈ってるよ。ここのベースラインマジかっこいいよね。ルル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 ン。ここの。でもやっぱりこの4人のいる姿を見る限り、やっぱり増えも減りもしないっぽいよな。割となんか脱落とね、途中加入みたいなのありそうだなって雰囲気はあったけど。わお、これうん、第6階層。渋いナレーションだな。うん、すごいね。おお、蒸し暑かったはずなのに寒くなってる。ああ。ああ。ああ。そうね。陛下陛下って、うん、黄金の都。はい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 。もう、あー、いない、探し続けてる。
うん。そういうロジック。絵の中。うん。すっごい、そういえば、その話、かなり重要だよね。ねえ。だから魂を縛るのか、でもね、デルガル。ああ。ああ、組み替えて、どうなんだろう。うん。まあ、いけるかな、怪しいな。うん。やばい、後ろ何も見えん。手つなごう。戦士、マルシル、オッケー。え？ちょ、あ、焦り？足抜けした遊びの、遊びって誰だ？遊びの行方が気になってたけど、遊びいるんじゃない？一人増えてるよ。オッケー、マルシル。喉が。ん？何？なんか今？何が？ん？大御家、え？え？増えてるじゃないんだけど、どういうこと？シェイプシフター？何？ああ、すっごい顔してるけど、後ろのライオス。でも、明らかに違うのが何人かいる。あ、ドッペルゲンガー的な？ライオスの、ライオスの偽物だけクオリティが。うん。うん。うん。ああ、ひどい。な、そう、ちょっと、すごい。誰の記憶から。ねえ、え、なんで？そっくりに見えるけど。うん。よく見てる。ああ、そういうこと？本当に適当に覚えてたな、人のことを。うん。あのでっかいライオンさ、誰の記憶なの？うん。ちょ、この、無理そう。チルのこの優しいチルは、うん。右のは違うよね、多分ね。うん。
うん、それっぽいよね。ま、全員それっぽいな。あ、でも、一番左は違いそう。どうなんだろう。何？あ！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 三つ、あ！あ、僕、三つ編みが本物だと思った。ねえ。やばい、どっちもそれっぽい。この渋い。ん？あ！さあ、なんか正確に人を見ている、誰の記憶なんだろう？チルの記憶かな？すごい。マルシルがむずい。いや、あの、渋い顔の選手は違うと思うけど、どうなんだろう。うん。うん。いける？うん、そんなライオスが大丈夫かな？不安すぎる。このライオスも入れておくか。うわぁ。観察力あるけどな。左のチルと右の？あー、確かに。全員、信頼されてない。うん。うん。卵と？お？うん。どういう調理師は、なんか料理対決始まってるけど。なんかでも。うん。木箱の上座るタイプかな？わかんないな。なんか、騙そうと思ってる雰囲気がないんだよな。お？あ、でも、うん。いや、でも、A っぽいな。本物は。やばいやばいやばい。浅ましい顔をして。やばいやばい。やばい、限定されてない？メモ。マルシルが難しいな。まあ、あれはどっちかって言うと、うん。うん。うん。あ。うん。あー。こっちは B っぽいな。あ！おう。うん。うん。正位置もわかりやすいね。うん。
切る。目が。目が渋いな。ああ。うん。そうね。あ、はい。うん。そうね。戦士は可愛いキャラだからな。あ、そう見えてるの？え？そんな風に扱われちゃうの？戦士。戦士が。かわいそう。かわいそう。もう全部同じに見えてる。でも、なんとなく当たりはついたね。うん。お？わお、わ、すごいな、ピラフと、ピカタと。はいはい。うん。お、え？あ、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 まぬけなお。当たってると思う。すごいな。まあ一緒にいたからこそ分かる部分。うんで守る。なんか、わお！あー、なるほど。うん。うん。はいはい。うん。うん。うん。はい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 。すごいな。なるほど。偽物側じゃなくて魔物側を。うん。お？なるほど。あれ？ライオス、あれをやるつもりなのか？ん？うまっ！え、犬の真似うまっ！え、あれは猟犬？すごい名前覚えてる。雑巾。おう。すごい名前の犬がいたけど、すごいぞ！おう。お前は回ったんだ、非捕食者側に。あ、怯えたから。なるほど。操ってる暇はないと。わお、でっか、キュービー、うん、キツネじゃない。この戦い？わお！ライオス！
っちゃうの？あ、はい。あ、はい。そうなりましたね。首から上が消しとんだ。魔法って便利だな。大丈夫？まあ。そうね。あ、食べ物も。なるほど、それも幻覚か。あー。わお。うん。だってミミックね。そうだよね。うん。あ、確かに。確かに。うん。うん。あ、あ、そういうことか。そうね。前もお湯でやらかしてるもんね。すごいな。うん。うん。ああ。気づいて、ん？あれ？なんか、海苔みたいなやつそうだな、じゃなかったっけ？僕も認知がぐちゃぐちゃになってるわ。お？盗まれた？ん？盗まれてる？米だ、米粒が。いや、焦りじゃないの？足抜けしたんだよね。あ、焦りだっけ？あの、全部知ってる子。いない？え？何？あ、やっぱり、ほら。わお、すっごいクールな顔してるっすね。オーケー。そうか、マルシル食べたこと気づいてなかったのか。どうだったっけ、そこら辺の認知もぐちゃぐちゃになってるな。その後に衝撃がいっぱい来てるからな。そうか、だから記憶、あ、そうか、そうか。それもだから記憶を元にしたっていう、あれなのか。他の人たちは知ってるからか。あのマルシュラ覚えてたってことか。だからその認知のズレか。ここどうなんだろうね。エルフ結構重要になってくるよね。黒魔術を使ったことによりエルフが怒ってみたいな。うわ、でも今回面白かった、マジで。なんかさ、いいよね。なんか見てる側にもなんとなく気づくようになってる。てか、割とさ、チルチャックとか見た目で気づきにくいなっていうところがあったりしたんだけどさ、やっぱり、木箱の上に乗ってんの怪しいよねとか。あー、でも若いルートワンチャンありそうだよな。でも、狂乱の魔術師。でもそうだよね。多分、デルガルを永遠に留めておくために、わあ、やばい。超面白かった、今回も。やばいな。
はい、というわけで見終わったわけなんですけど、やばいな、面白いな。この、なんか、知り上がり的に面白くなってるな、マジで。なんかさ、前半はさ、結構なんか食育的な面が強くて、なんかやっぱりこれをこう食べるんだ、こう食べるんだ、みたいな、なんかそういう作品なのかなっていうふうに思ったの。なんか、ね、グルメトラベルじゃないけど、なんか、食旅行記みたいな感じの作品なのかなって思ってて、結構その傾向も強かったと思うんだけど、後半に入るとさ、めちゃくちゃシリアスも増えてきたし、やっぱりこの前回とかもめちゃめちゃ面白かったじゃないですか。なんか作画もすごかったし、このファリンとの戦闘もマジで熱かったし、いや、やばいなっていう風になったけど、やっぱりまたそれを経て、今回また食事に入って周りの見方だったりなんだったりを見てまた面白いよね。なんか、やっぱりケルピーとかも含めて、食べられそうだなっていうところが出てきたりだとかしてたけど、後半から結構エッジの効いた、後半から結構エッジの効いた魔物が出てきて、それを食べるだけじゃなく、なんか食べるにあたってどういう行為になっていくのかとか、それを妨害する魔物が出てきたりだとか、なんかやっぱり馴染みのない魔物みたいなものも出てきてて、すっごい面白いですね。うん、いやでもいいな、いいな、でも見てて、でもなんか考察要素じゃないけど、いろいろとなんか頭の中が広がるね。うん、あの多分だからマルシルのこの2人はやっぱり誰の記憶だったのかなとか考えちゃってたんだけど、多分あそこまでイコジなのは多分チルチャックから見たマルシルのイメージなんだろうね。うん、だから相当、だからなんかなんだっけ、髪を下ろしたのよみたいな話とかも合理的だし、あれは多分チルチャックの頭の中のマルシルが具現化してやっぱりドッペルゲンガーになったっていう感じなんだろうなって。で、だからチルチャック、あの可愛いチルチャックは多分マルシルの中っぽいよね、雰囲気的。あ、でもどうだろう、戦士かな、可愛い、可愛い、可愛いチルチャックは戦士っぽい雰囲気はあるな。どうなんだろう。でも戦士はさ、チルチャックのことを息子を見るように見てるから、可愛い感じになってるのはどうだろう、戦士の頭の中かな。うん、でもあそこのさ、俺にも信念とかがあるわけでっていうのは、でも確かにそうだよね、冷静に考えたらね。やっぱりだって瓶を開けるっていう鍵開けとかそういうものを専門としているハーフフットというか、そういうね、仕事なんだからね、開かないからってすぐライオスに頼ったりはしなそうだな。結構確かに粘りそう。うん、ま、結果的に決まったのは浅ましい、浅ましい顔っていう、そういうなんか決めてる、何、決め打ちというか、そういうイメージを持ってる方っていう感じになってるんだけど、うん、まあ、多分一番変なのは多分全部ライオスの想像だし、3人から見たライオスみんな変な人なんだね。戦士から見てもライオスは割とまともではないっていうところがとてもいいところではありますよね。うん、どうなんだろう。でもファリンと似たライオスがいたから、あれがあれなのかな、あれが戦士の想像の中なのかな。この兄弟似てるなって思ったから、ファリンとライオスが似てるね、ライオスの偽物が出てきたりしたのかな。いろいろと思うところはありますけれどもね。うん、多分あのボケーっとしてるのが多分マルシルで、多分あのでっかいのが多分チルチャックだと思うんだよね。でも面白いな。やばいやばい、誰がどれだろうみたいな。で、あのかっこいい戦士が多分ね、ライオスの頭の中のあれなんじゃないかなっていうふうに思う。うん、ライオスの頭の中の戦士なんじゃないかな。しっかり合理的でね、やっぱりなんか合理的でっていうか、しっかり魔物のことを考えててみたいな。やっぱりかっこいいなっていう風なイメージもあると思うんだよ。やっぱり自分より先を行ってるじゃないですか。生態系に配慮してみたいな、もう魔物食を先にやってるし、さらにいて、その中で生態系維持についてもいろいろと深く考えてるし、みたいなところで。いや、いいな。これ見ててすごい楽しいな。なんか考えてみるとね。うん。誰が誰の想像なんだろうな、みたいなところ。それでいてさ、なんかそうやってなんか、なんやかんやなんか変な出来事があって、なんかライオスが犬の真似して変だなっていうところだけじゃなくて、最後にさ、やっぱり汗び出てきて、うわ、やばい、どうなっちゃうんだろうっていう引きにするっていうところとか、いや、めちゃめちゃ面白い、この作品。なんか今までは、本当にだからこう、背もたれにこう、もたれかかりながら、こうやって、頬杖ついて、こうやって見る、肘を置いて、みたいな、うわぁ、いいなぁ、みたいな、マジでおもろいなぁ、この作品っていう感じの作品だったけど、もう今はもう、マジでこうやって前見ちゃうね。うわぁ、マジか、みたいな、こうやって、かなり前に、顎に手を置いちゃう。こういう作品になってる、本当に。うん。いや、マジで面白い。さあさあさあ、次回、遊びどうなっていくのか。まあ、気になってはいたんだよね、前回から。足抜けしたっていうことはまた出てくるんじゃないかっていうところで。うん。まあ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 、遊び、なんか猫っぽいというかさ、あれは何なんだろう。爪とかも含めて、多分猫っぽいよね。でも、なんであの、なんだっけ、黒だっけ、あの、カブルのパーティーの犬と喧嘩してるところとか見ても、なんか気になるところではあるんですよね。はい。まあでもね、黒魔術を使ったことを知ってるから、抱き込むっていうのは間違いではないので、アセビを仲間になっていく可能性はワンチャンあるということで、さあさあさあ、次回どうなっていくのか注目していこうと思います。以上、ダンジョン飯第18話でした。バイバイ。